下からの腕十字のお話ね。で、腕十字に行こうとしたよと。だけど相手肘が流れれば、右肘が流れれば結構こっちのもんですね。だけど相手も流れないように重くしてきちゃいます。したら、なかなか腕十字行けません。で、俺としてはここの隙間が欲しいわけね。隙間あれば、まだ足かけれるから。だけど相手は潰してくるわけね。こう潰して、しかも、重くされると腕十字は取れなくなるよね。だけど、考えようによっては違う技がいける。これ、右肘を重くしてるから、ちょっと待って。右肘を重くしてるから俺、流せなくなってるわけだけど、ここでいきなり、こう、へい力かけたら、藤田さん、右手抜けなくなったね。そしたら、右手で足すくえば、こう返せるかもしれない。要は、関節技を防ぐために、腕を曲げてきたと。腕曲げたら、スイープ防げないじゃん。スイープ防ぐときは腕伸ばすもん。だから関節かけやすくなるし、関節かけようとして、振りでもいいけど、本気でもいいでも振りでもいいけど、相手が嫌がって脇を締めたらスイープしよう。ちょっとその例だな。たら縮めてきた。で、ここで足が腰止めてるのに、こうしたら、その間に頭上げれますよ。やべえ。これでまた戻っちゃうから、ここで足を乗せてしまう。したらちょっと、これ重いで上がらんかもしれない。その間に、ここ握ってもいいけど、一回握ると早いよ。それで、足どかして、道着握って、ギュッ。自分の脇締めるように引いてしまう。そしたら右手抜いて、で、ちょうど自分の手が相手の膝下に入ってるはずだから、腕十字取ろうとしてたから抜けばここ来るよ。ただそのまま、左足で床蹴って、頭とか肩を相手の右膝に近づければ、で、そのまま足すくうから、そのまま左手で引っ張って、右手上げていけば、こう変わります。変わりますよ。ありがとう。とか、腕十字、よいしょ。ここまで行ったよと。今潰してきたよと。ぎゅうぎゅう潰してきた。潰してきたら、もっとぎゅうぎゅう潰してきた。潰してきたら、ぎゅうぎゅう潰してきた時点で、相手の手は止めといて、そしてまた右手足すくって返せば、こういうのもすごくいいよね。俺は結構スイープの方が好きなんで、こういう技を使うんだけど、ちょっとやってみようか。分かった。